監督、こんにちは。先は長いですか。じゃあちょっと気まずい。今夜が開幕ゲームの広島市民球場は満員の2万8000人で埋まりました。広島の先発は開幕戦以来1週間ぶりの北別府。5回の巨人、2アウトで6番の吉村、2ボールからのシュートボールを叩きます。巨人、これが初めてのヒットです。続く7番はチームの3本のホームランのうち2本を打っている大久保。バットの先だったので入るとは思わなかったという大久保の均衡を破る3号ツーランホームランで巨人が2対0と先制しました。巨人の先発は広島戦はおととし9月以来という斉藤。2点をもらったその裏、この回先頭の町田にデッドボールを与えます。続くブラウン、詰まり気味の当たりがレフトセンター間に落ちます。一塁ランナー町田は吉村の看板な守りをついて三塁を陥れます。ノーアウト三塁一塁とし、バッターは西山。アウトコースのスライダーに泳ぎますがセンター前へ。広島1点を返します。一塁ランナーのブラウン、得意のヘッドスライディングで三塁へ。西山も二塁に進みます。ワンアウト二塁三塁と変わってトップの野村、インコースの変化球を狙い打ち。積極的な走塁を見せた広島はこの野村のタイムリーヒットで3対2と逆転しました。7回にも1点を加えた広島が北別府から望月大野と必勝パターンで逃げ切り、開幕からの連勝を6に伸ばしました。今日はリバーシブルのウィンドブレーカーをバーフィールドのアイデアでホームゲーム用のオレンジに変え気分転換を図りました。そのバーフィールド1回、広島の先発は中6日を置いた川口。ストレートが甘く入りました。センターバックスクリーンの右に入る2号ソロホームランで巨人が先制しました。広島1点を返した後5回の巨人、ヒットとフォアボールのランナーをバントで送ってワンアウト三塁二塁。バッターはピッチャーの宮本、詰まりながらライト前へ。勝ち越しのタイムリーヒットとなります。この回さらに犠牲フライで1点、6回にも吉村のホームランで追加点を挙げ4対1と点差を広げます。巨人先発宮本は緩急をつけた丁寧なピッチングで完投目前の9回、先頭の正田ライト前にヒット、続く3番の前田智則ストレートを叩きます。ツーベースヒットでノーアウト三塁二塁。続く江藤、フルカウントから変化球をピッチャー返し、これが内野安打となって正田が帰り4対2。ここで長嶋監督、宮本に代えて石毛をリリーフに送ります。石毛は続く町田にストレートのフォアボールを与えてノーアウト満塁。バッターは小早川、ワンツーからの高めのストレート、大きな犠牲フライとなって1点。さらにこの後ブラウンも犠牲フライで広島土壇場で3点を返し4対4の同点、延長戦に入りました。延長10回の巨人、今日先制ホームランのバーフィールド、広島の4人目望月のストレート、レフト上段に飛び込む3号ホームラン、これが決勝点となり巨人は連敗を脱出、広島の連勝は6で止まりました。熱い選手、第2打席に山本の直球をライトスタンドへ運ぶ第3号スリーランホームラン、一軍昇格へ向けてハイペースで調子を上げているようです。自分に上がってやってもらいたいなっていうファンの声もたくさん聞かれるんですが、そうですね、まあ、僕が上に行ってもそれ打てるかどうか分かんないですからね。まあやっぱり一軍レベルになったら、ね、しっかり上で働けるようになりたいと思いますね。4人の三浦知良とフィアンセの設楽梨紗子さんが巨人の応援に駆けつけたこの試合、僅打の続く巨人打線がいつ爆発するか、そろそろ爆発してもいいはず。
そんな巨人ファンの思いも虚しく、先に火を吹いたのは中日打線。2回、巨人先発牧原から大砲が3号ホームランを放つと、続く6番ジャコビ、こちらはセンターバックスクリーン右へ2号ホームラン。恐竜打線復活を思わせる一発攻勢で中日2点を先制です。しかし巨人もその裏、一発には一発をと大久保、中日先発各から早くも4号ホームランを左中間スタンドへ。しかし中日は4回、ご存知主砲落合、ライトスタンドへ3号ソロホームラン。あの3連敗した名古屋の二の舞になるのか、巨人にとっては嫌な試合展開になりました。さらに期待する打線も各の前に7回までわずか3安打と、セ・リーグナンバーワンの重量打線もどこへやら、おとなし状態が続く中、ようやく当たったと思ったら牧原に直撃の打球、全く不運な長島巨人、打つ手なしです。しかし8回、代打岡崎がヒットで出塁し、ようやくチャンス到来。ワンアウト二塁三塁とチャンスを広げたところで、高木監督与田にスイッチ。ならば長島監督代打に篠塚を起用。さあ選手会長の意地を見せるか、センター前抜けた、巨人土壇場で3対3の同点に追いつきました。そして延長戦に突入した13回、巨人はワンアウト満塁と絶好のサヨナラのチャンスを迎えます。ここでバッターは駒田。さあ3度目のサヨナラの場面で3度目の正直と行くか、打った、サヨナラ。劇的な幕切れで長島巨人、苦しい試合をものにしました。